豆。外人みたいな顔ですよ。超甘め。そうか。やっぱあんま手首返したらいけないやつなんだね。手で行くとああなるね。実は私今年打つポイントの変更に着手中。2022年アッパレ打線が非常に状態がいいんです。バッター陣もバットを振れている印象があります。実際ここまで3試合で19安打14得点と例年よりも仕上げてここまで来ています。むしろ仕上がりすぎていてちょっと怖いぐらい。そんなアッパレ打線がここ数年地道に取り組んでいることがありました。時計のボールと通信系両方スライダーがボールですよ。はっきり言うと太いボールが囲む時これが唯一の対応で、何どっちに何したか捉えるし、その範疇でここにボールを置いて動いたものはその範疇で捉えていく。 OK、 そうしましょう。はいよ。最近の草野球、ツーシームやカットボール、本当にこう小さく動く球を投げてくる投手がとても増えました。また潰れやすい軟式球と相性が抜群なので、前でポイントを前にして打ちに行くとですね、結局その動いた後反応できず1球でゴロで終わってしまうケースが多々あるんです。そんな中でポイント近めにしていくとこういった形で対応できるといういい例がありましたので、こちらをご覧ください。ちなみになぜポイントを近く意識し続けているかと言いますと、テーマとしては浮いたスライダーとか変化球振ろうか、変なフリースイングになってもいいから振るってことができるかできない、若い感じで浮いたと思ったらもうコンタクトしに行ってみる。ファウルファウルでこうやって粘ってると、はい、たまにこの甘く来るストレートとかがちょっとゆとりができちゃって、ここで打つもりが出んのね、前に少し自然とこうバーンってあっちに飛んだりする。なるほど。どっちかというと狙ってないんだけど、はい、でも仕掛けみたいな感じで。好投手は1打席で何回も甘い球は投げてくれません。だからこそバッターの方からどんどんチャンスを増やしていく必要があります。実際配球が読めた場合は全く別の話になってくるんですが、たとえ張っていなくてもやはり甘いボールにはしっかりアプローチをかけていきたい。もちろん大前提としてまっすぐに振り負けないようにしっかりとコンタクトはできるタイミング、ポイントは取っておきながら、ストレートでもポイントを近く置いとくことで甘く入ってきた変化球に反応できるようになってきて、そうするとヒットの確率が増えてくるんじゃないかという、この兄貴の考え方とシークエンスバット応用編を合わせていくと非常に分かりやすかった。あってなった時に、よっていければ、うん、こうじゃない。そう。で、それを前行っちゃダメだってなると、はい、かかとで対処しますよね。で、行くと、あーってなっちゃう。懐で打つ、イコール前に行くなということではなく、懐を意識することで、ポイントの幅を広げて、ミートする確率を上げていこうということですね。ということで、より懐での打撃を強化すべく取り組んでいるということです。説明が長くなり、すみません。ボール球だ。レフトくらいか、さすがに今の、なんかそう近いよね。そうね、返さないからちょっとボールの上を打つ。これぐらい
げえな。ラスト。今のでもうちょい角度がね。まだまだ練習中ですが、しっかりものにできるように高みを目指して頑張っていきます。ちなみに先日も紹介しましたが、八王子市で活動するプリンズの選手の中に我々がやりたいことを簡単にやってのけた選手がいましたので、改めてどうぞ。ストライクをしっかりと待ちながら変化球を捉えていく、こういった形になるのが理想ということですね。というわけで、例年投手陣に支えられているあっぱれでございますが、今年はあっぱれ打線しっかりと強化していきたいと思います。打線の力で目標は全国制覇。